でいいんですか。いいんです。これを、さっきの V2 にして、近く的で、近く的だったら黒点補正入れても入れなくても一緒ですか。そうですね、はい、ちょっとこれはこのぐらいにしとけば。初めて和紙に出してみました、はい、どうでしょう。それはカタールですか。カタールなんです。そうなんです。ご自分ではどうですか。やっぱりこう質感がですね、こう和紙のこの感じがちょうどこういいですね。やっぱこうこの辺の肌の感じとこのわらわらっとしたこの和紙の感じとマッチして、はい、この PX5000 5800はいいですか。いいですけど、こんな高いやつは買えませんが。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。自分なりにあのこういうことしたことなかったんで、すごい収穫になりました。先生ありがとうございます。用紙は何ですか。用紙は美山です。美山、はい、美山はどうですか。はい、最高です。これからどんどんビザも使います。ありがとうございます。一応あの綺麗に出した、まあ、和紙初めて出したんで、なんか柔らかい感じで良かったかなというふうに思います。大焼きやったんですよね。大焼きと、そうですね、あの全体を落として、あのあ最初あの顔がちょっと暗かったんで、顔に合わせて明るくして、で、外側をあの覆い焼きで今度暗くして、ちょうどよくしたという形になってます。ありがとうございました。もうあのすごく、まあ、あの歴史を感じる絵というか、そういう雰囲気がすごく出てると思います。ありがとうございました。和紙どうですか。いいですね。もうすごくシックで、この表面 の, その粗さっていうかね、これが感じがいいですね。光沢じゃなくてよかったです、はい、じゃあありがとうございました。でもそれ暖色系なんですよね。皆さん色見えます。カラーで暖色にしてるんです。慣れてくると多分皆さん前が見えてると思うんですけど、カラーってモノクロってカラーに見えるんですよ。暖色系なのか寒色系なのか、髪の色は僕最初に言ったじゃないですか、青いのもあるか黄色いのもあるか、これ皆さん髪の色青から見えないですよね。どっちかというとちょっと暖色系に見えてるんですよ。でそれにさらに気持ち暖色系にこれ振ってるんですね。だから青い黒ではないですよね。そういうのをこう自分で決めてやっていただくことに意味があるんだと思うんですよね。私はこういう黒が好きだ、私はこういうトーンが好きだっていうのはみんな違うし、もしかしたら寒色系がいいって方もいらっしゃるかもしれないですけど、ここはわざとはもう一応お話を伺って暖色系にしてるんですよ。だから黒をちょっと、まあ、茶色いっていうことが適当かと思うんだけど、まあ、セピアっぽいっていうかね、暖色系ですよね。でそういうのも作品に合わせて自分で決めていただければいいんじゃないかなと。でもすごいよね、3回みんな和紙いっぱい出してるんだろうね。はい、撮りました。僕なんかこの境地で何年かかったの。みんな一番難しいこと話してるんですよ。来たで、それを持っ て, 持ってカメラを向いて、いかがでしょうか。素晴らしいですか。できました。はい、何ですか、用紙は。用紙は美山です。和紙ですね。和紙です。はい、いかがでしたか、印象は。印象はやっぱり和紙の質感がちょっと合っていていいかなと思いました。はい、見れましたか。はい、皆様のおかげです。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。このぐらいの濃度はやっぱりいいですね。うん、和紙は、はい、出ましたよ。はい、ありがとうございます。ああ、そうですね、潰れましたね。潰れたけどどうですか。はい、初めての和紙なんで、はい、楽しかったです。
それはどこですか？これは昭和記念公園です。実はカナダじゃないんですか？よくみんなに外国じゃないかって言われるんだけど、日本にはそう、昭和記念公園にの真ん中に池があって、そこに一本木があってです。はい、あの自衛隊の方をちょっと北側を向いた写真ですね。結構大雪もしつつ、ちょっとし、もうちょこの辺がね、もうちょっと手を抜かなければちょっと反省です。次に頑張ります。はい、お疲れ様でした。